今回作るのはこのゴミ箱です。卓上ゴミ箱。最近はレジ袋も有料化されて、レジ袋をゴミ袋として使うのが難しくなっています。これは広告のチラシで折った紙の箱を、広告のチラシで編んだカゴにセットして使います。ゴミが溜まったらこのように折り紙の箱だけを捨てます。カゴは繰り返し使います。では作ってみましょう。片手に3本、片手に3本、6本の棒で編み始めます。クロス刺して、片手で持ちます。1本曲げて巻きます。2つの束を縛り合わせるように巻きます。
短くなったところで継ぎ足します。2周したところで止めます。縦の芯を放射状に開きます。漫画に出てくる太陽のように。で、巻き芯を縦芯の下をくぐらせ、上を通して下をくぐらせ、下上下上、交代交代に巻いていきます。今回は底を四角く仕上げたいので、この辺から四角を意識していきます。四角くなるように。ちょうどいい感じですね。ではここから縦芯を立ち上げ始めます。カゴの高さが適当な高さになったところで止めていきます。最後に内側へ差し込んで止めます。次に縁を止めていきます。縦芯を倒して隣の芯の
内側から外へ出します。最後の一本は曲げて最初の芯の内側から外へ出します。全部の芯が外側へ出ました。今度は内側入れます。隣の芯の下をくぐらせて、内側入れます。2本飛び越えて次の芯の下に入れますが、長いところ、長い部分を切ります。2本飛び越えて次の芯の下へ。同じく2本飛び越えて次の芯の下へ。長すぎる部分は切ります。同じように全部やっていきます。最後の方は近くの芯の上から下へ差し込んで終わります。完成です。